こんばんは、そういうわけでですね、実は我々はですね、こういうところに来ていろんなネタを仕入れているんですが、実はパンゲアノさんが実はすごくいい歌を歌うというのを前から知ってましてですね、そうなんですよね。でまさか今日やらないだろうなと思ったら、さっきやっちゃったというね、ヒロミ号の哀愁のカサブランカをやらせていただきます。イエーイ。抱きしめるといつも君はあなた髪の香りがした。まるで若すぎた季節の香りさ、結ばれると信じてた。セピア色した映画が好き、優しくて悲しい愛があるから、スクリーン見つめて濡れたその方を僕の肩に教えて。
素敵な曲を歌われる。もうあれですよ。あれ注意見てます。あ、いやいや、もう本当にね、マンゲいつも帰りにね、あの帰りだけにマンゲさんの今日の曲はいいねっていう話をして、曲がいいね。あ、まあまあ、まあ、そうだけど、はっきり言うと、マンゲさんが歌う曲はいいねと。パンデさんがいいわけじゃないという。パンデさんもいいですよ。パンデさんいいですよ。ネオさんも、ね、そうそうそう。いやいや、でも本当いい歌をね、声も素敵だし、そうそうそう、うん、他も素敵、あ、そう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 。いやいや、で、この間12月に、パンデさんがこの歌を歌ったんですよ。で、この方がですね、あのさっきパンデさんが歌った歌がすごく良かった。で、楽譜、なかなかないんですよ、郷ひろみのこの愛心の傘、傘不断かって今日、楽譜があんまり売られてなくて、うん、もうだからひろみ号のイメージしかなかったから、そうそう、全然違うタイプの方が歌って、ね、違うタイプが違う方がすごく素敵に歌われる、なんかすごくいい曲に聞こえてきたんですよ。ヒロミ号の時はそんなに思ってなかったんだけど、パンゲさんの曲からすごくいいなと思って、そんなことない、そんな本当にいいなと思って、喋れば喋るほど辛くなる、喋れば喋れば、ということで、いろいろね、実はパンゲさんが歌ってる曲をチェックしてるんですよ。え、なんかいいか、これいいな、みたいな。いいな、ということで、実はこっそり尊敬してます、パンゲさん。本当です。本当ですよ。でジャズの本書いてるでしょ。え、ジャズの本、ジャズの本、著作いっぱい持ってる。え、そうなんですか。印税が、あ、印税ね、印税。それがどうだって喋れば喋れば喋れば金のことはいいです。え、何やりますか。あ、そういうことで、3月にですね、 3月っていうかもうじきですね、この辺は何桜だっけ、河津桜だね、原発のあたりの咲くじゃないですか。でね、実はその、その後に掛川桜というね、桜が3月のちょっと前ぐらい、2月の末ぐらい咲くんです。で、それを、その歌をなんかいいですね。みんななんか反抗的な感じがしてますよ。何やろお前らみたいな。ということで、掛川桜のオリジナルですね。オリジナルと言われる言うと、なんかみんなに殺されてる。これはあの私は関わり屋です。そうですか。まあ、では行きます。掛川桜のコロ。レンガ通りに吹き狂う風、うつろゆく日々を刻む街角、閉じた瞳の本日。
ということで、今ねやってる朝の、朝ドラのカムカムエブリバディで、よく演奏かかってるというか、このあのドラマの、まあ、主題になるようなテーマになってますけれども、ルイ・アームストロングが歌った。オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートというね、日向の道を歩いていけばみんな幸せになれるよというね、それであの主人公が日向ちゃんという名前になったというね、ということでルイ・アームストロングの声を出すという、みんな何とも思ってないかもしれませんが、はい、ではきれいな声の持ち主なんですよ。もういいですかね。はい、いいですか。
それはこれはこのまま倒れてもおかしくないっていう、そうですね。大丈夫ですか？いや、大丈夫ですか？いや、ここで死ぬなら本望だっていう感じですね。はい、ということで、じゃあ、もうなんかね、ロシアのスケート選手のようなね、ちょっと気持ちですね。ちょっと変な薬でも飲んでくれればいいかな。それでは、最後に、テイクファイブ。Won't you stop and take a little time off with me? Just take five, just take five. Still please stay and take the time off to see. I'm alive, I'm alive. So I got it out my way, just to turn your past each day. Not the same word you with it, it's about the mind.
ではよろしいですか。これは古い映画の、5つのどうかというね、ダニー・ケインとかウィリアム・ストロングとかが出た映画のなんですけれども、これすごい珍しい作りになっておりましてですね、何曲かの、まあここでは2曲の、5つのどうかという曲と、なんとかのかとかという曲だララバイオブはバ、ララバイララ、ラグタイムの子守歌という2曲がですね、別々に出てくるんですよ。出てくるんだけども最後に会うというね、これちょっとあんまりこういう曲はないんですよ、世の中には。ということで、今日本当に津幕に来られた方は幸せですよ。幸運だね。こんな曲が聴かれるということね、では、5つの、映画5つの動画から5つの動画とラグタイムの子守歌。いや、これ電池ないんですよ。これは電池のないやつ。そうだよね。心構えかな。電池がないときの心構えないの。パッシブや。パッシブ。アクティブ。じゃあパッシブ。This little penny to wish on and make you wishes come true. This little pen is to dream on and dream of all you can do. This little penny is a dancing penny. See how it glitter and glows as light as a whistle, light as a whistle. Quick, quick and away.Upon it quickly you call this little penny. It's on the side of the boat. I'm just sailing away to dream now. Now you're calling me, looking at this little penny. And that's the one that takes you away. So look goodbye for the penny. Don't you call the penny. And wherever we hear.Bye.
それでは我々のオリジナルで、オリジナルなんですが、遠州鉄道というね、遠州鉄道赤電というね、遠州鉄道の、付近の方いらっしゃいますよね、最近付近最近赤電っていうのが 18キロの中に18個駅があるんですよ。でその駅を全部歌に入れたというね、あんまり面白い歌っていうのはないんですけども、駅の名前が全部18個出てくるという、それを本当なところでやっていいのかどうか分かりませんが、それでその赤電、チャタムガチューチューというグレンビラオーケストラの曲がありましてですね、チャタムガ駅に向かって鉄道がチャタムガに向かっていく、電車が18駅の名前をいっぱい入れて、そういう歌があるんですけども、グレンビラオーケストラのそれをパクりましてですね、赤電チューチューという赤電、ほとんど遠州鉄道のことを知らない人が多いと思いますが、知らないのを良いことになりたいと思います。朝から夜
Bye.